高校生の醍醐味は、ガミさん、高校生の醍醐味って何だと思います？青春だよね。俺は個人的には文化祭ですね。個人文化祭ですね。僕文化祭はマジ茶髪にしてって、めっちゃ楽しかったっす。でしかもね、俺の高校は高校1年生と2年生で出し物できなくて、高3が出し物できたのよ。出し物に制限なくて、お化け屋敷やってるところもあれば、喫茶店やってるところもあったし、なんかおま縁日みたいなのやってるところもあったの。めっちゃ楽しかったよマジで。高校生の醍醐味は本当にそうね、部活動、あとガミ青春かなと思いますね。ただまあ俺もガミさんも基本的にこう進む道って決まってたのよ。大学って大体こういう大学に行くよねとか、まあ俺の場合だったら内部進学だったし、ガミさんの場合ではもうどっか強い科目があったから、もうそれでガミさんは行ったし、だから普通に一般受験で入りますっていう場合は、正直青春はね大学になってからでもいいかなとは思いますけど、まあ、そこは両立していけばいいかな。